久保さん、手取り14万にしましょうか。やっぱお金ないと、あの、不平不満言いますよね。手取り14万しかもらえないんですっていう。ねまあ、手取り14万しか払えない理由って、やっぱ儲かってないからですよね。バブルみたいに儲かってたら、多分手取り14万じゃないと思うんですよね。もしめちゃめちゃ儲かってるけれども、あの、14万しか給料払わないんだったら、それはちょっとその会社は転職した方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。 基本儲かってればまあ還元はちょっとされると思うんで、あまりに余ったらね。多分あまりに余ったら還元されるでしょ、さすがに。うん、なんか5兆円儲かりましたみたいな。5兆儲かってるのに、従業員に還元しない、なんか役員だけ、なんか何千億、なんか役員報酬で何千億、従業員に一切分配しないっていうのは多分ないと思うんで、5兆ぐらい儲かればね、めちゃめちゃボーナス出るんじゃないですか。どうすか、あまりに余ったら <laughs>。 いや、多分そうっすよね。余ったら、だって使い道なかったら多分内部留保もありますけど、まあ少なくてもその売り上げっていうのは従業員が頑張ってくれたっていうのはもちろんあるので還元はあると思うんですけどね。万が一還元がないんだったら、それはまあ本当にやめた方がいいですね。うーん。だからまあ久保さんが言う通り、その、儲かってないんだったら悪いことばっかりですね、本当に。儲かって ってなくていいことばっかだってことはないですね。ない。うん。そう、ないですね。だから、まあ、その逆説いいですね、ま。おっしゃる通りですね。い,いってらっしゃい。い